はい。ですね、今日は、これですね。ハウェイの前使ってた P ライト20がですね、なんとこんな感じで死亡してしまい、多分もうバッテリーが落ちたであろう状態です。で、なんでがまずいかというとメモ帳にですね、いろいろなパスワードとかを、取り出さなくちゃいけないはずのパスワードがあるわけですよ。なのでそれを取り出していきたいと思います。はい。で、Amazon で買ったのはこれですね。P のバッテリーがこっち。で、まあ、道具が重複しちゃいましたね。で、これが液晶になりますね。はい。なので、バッテリーと、P ライト20を直していきましょう。まあ、大体ですね、昔あの iPhone 修理の、iPhone 修理のフランチャイズは参加してましたが、結局めんどくさいので、なんかね、フランチャイズって、親が生き残るシステムっていうことに気づいてからもうやる気がないんで、やってないです。はい。おー、これが液晶ですね。超薄い。液晶ってすごいね。はい。で、そしてまずは、どうやって本体を開けるのかという話ですね。そこからですね。まあ動画の見よう見まねでやっていきますね。で、おそらくこれがですね、この吸盤をこうペーって、つきますね。つくんですが、あ、ちょっと折れ曲がってるね。で、本来もっとヒートガンとかでやんなくちゃいけないんですよ。で、まあ、ダメだね。まあ一応ですね、取り出していきましょう。まずは、SIM とかかな。はい、SIM とメモリーカード出しました。まあ一応これはですね、あれで使います。カメラで使おうかなっていう感じですね。で、動画を見た感じ、ピックで入れるのかな？ピックを入れるっぽいんだけど、これギターピックだよね、絶対。入んねえよ。マジで入んねえよ。ヒートガンでやるっぽいんだ。で、これ裏面ですね。で、これどうやってやるんだ。確か両面テープでついてるはずなんだが、やっぱり結構温めないとダメなのかな。お、入った入った、入りましたね。で、この時点でなんだっけな、指紋、生体認証のあの細いワイヤーがあるらしいので、まあ気にせず行きますわ。これは何か、何なんだろう。こっちの方が分厚いから入りにくいね。うん。あ、パシッて言ったね。取ってよっかな。
入んないかな、入らないかにゃ。確かに iPhone 修理のフランチャイズいた時も確か同じような工具もらいましたね。でもまあ今は iPhone もいろんなタブレットとかサイズが出てきてるんで、まあ分からんすけど、ああガラス片がパラ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 、すごいわ。で iPhone のフランチャイズ行くと、なんか教えてくれるんですよ、その研修で。あの時は確かね iPhone5 かな、これ iPhone5 の5と 5S と、確かね6と 6S が出たぐらいの時で俺辞めてるんですよ確かね。はい、うわーダメだ、パラ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 、もう液晶が落ちてきちゃう。あ、十分にヒートガンで温めないとダメっすね。うん、うわあ、液晶がまあ砕け方が半端ないので、まあ、どこに生体認証があるかっつったら多分下の方だと思うんですよね。下の方にあのタップとか出てくるから。多分ここら辺が危ないというような感じだと私は思います。お、お、まあ大体隅っこからパカってやったらいいかなっていう感じですね。タップとフリックで、その、なんだっけ、生体認証とか、ここをタップしてください、フリックしてください、みたいな、そういうなんか丸印が出るところらへんに、その大抵あの、あれがあるんですよ。検知するワイヤーというか。秋の夜長もこんな作業。今年はあと宅建取んなくちゃいけないんで、まあ一応その勉強に煮詰まったがゆえにこんなことしてますね。あ、なんか今切った感じがあるな。どんまい。まあでも別にこれを壊してしまったとしてもあれなんですよ。もうあれにします。専属のカメラですね。壊れた、危ない。これはなんだ。はい、取れやした。これを今度外すんですね。これは中国語じゃん。お、ちゃんと PSE マーク入ってんじゃん。あ、っていうことは爪を外すのか、これ。めんどくせえ。でもまあ、だいたい iPhone にも結構あるんですよね、こういうの。めんでえ。でもこれをどう外す？お、まあ、ここ起きたの分かりますかね。これをこう、ここやって寝かすんですよ。でこうやって、ってこという感じでやりますね。あ、
これ、ね、ちょ今洗濯機の水の止めやす止めるの忘れてて、ちょっともう止めてきましたけど。はい。まあ一応この分かりづらいけど、この白い爪立てますね。なんかピンセット欲しいな。ピンセットはあった方がいいですね。でもこれはどれごと取れるんだべ。これは液晶か？いや、これは違う。なんだろう。これはなんだ？これはどうするんだろう。これは引っ張る。ああ、なるほどね。ああ、なるほど。引っ張ったら取れましたね。これ裏表見ておくの忘れましたね。はい、じゃあこれで次がこれかな。これちょっと絶縁体電源が切れてるかどうかわからんので、本当はそれ電源が切れたであろう感じの、頃合いを見計らってですねやってますが、ああここであれが登場ですね。これちゃんとプラスのドライバーが、プラスのネジかあるんで、これを取るのか。ああやべえ。してお、あ、磁石付きの欲しい。ここまで割れてればもう何もできなかったんですよ。何も確認ができなくて、電源が入ってるかどうかすらもうわからなかったんで、まあ、大体今4日目ぐらいかな。もうさすがにバッテリーは切れただろうとこういうような感じ。おう、取れた。なのでやってますね。まあ大体フランチャイズの iPhone 周囲のフランチャイズにいた時もこれ結局あれなんですよね。バラしてのバラす、これが液晶か。してこれ反復練習なんですよね、結局。バラして組んで、バラして組んで、バラして組んで、バラして組んでっていうのを、ジャンクの iPhone5 とか、した機種を買わされるんですよ。それで、何度もやるんですよね。ん？して？あ、で、これはここか。主板っていうのを、これ外すのか。はい、これ外しいの、これ外しいの、あ、これでまあ電源は落ちましたね。でこれ外しいの、確かねバッテリーもなんかね接着剤とかがあったはずなんだよね。あ、この溝だ、この溝で、この溝かなんかで、まあ、こんな感じでやったらいいんではなかろうかって
ていう感じですね。はい。なんだろうこのピック、これこれかな。あ、なるほどな。そういうことか。やっぱこれもあれ臭いな。あ、あれだね。これもあれになってるわ。かなりあの強い粘着力でついてますね。いや、こうやって剥がせっていうことかな。まあ壊れたら壊れたでしゃあないですね。どうしよっかな、シール剥がし液でも入れてみようかな。いやーでも結構がっつりきてますね。これがっつりついてる。あ、そうか、この基板がこれか、こういうことか。これはここか。ティッシュにシール剥がし、綿棒か、綿棒にシール剥がし液つけてそんでやろうかな。ちょっとこれはまずいな。こんな無駄にドライバーいる？うお、これすげえな。シール剥がしをちょっと使いますわ。シール剥がしを使って、シール剥がしを。あ、ダメだ、つかねえ。ということなのでね、こんだけ頑丈についてるもん。ああ、そうかそうか、それともこういうことか。両面だけ取ればいいってことかな。ちぎりそうだな。あ、なんか部品ぶっかいたね。なんか部品ぶっかいた、臭いね。まあ影響ナッシング臭いからまあいいか。
バッテリーパック破かないよな。不安になってきたわ。まあ、確かに iPhone のフランチャイズ行ってもバッテリーパックの交換が主な仕事ですからね。であとは根性のある人だったら代々木公園とかに、修理道具一式持って、iPhone 壊れた、あの酔っ払ってね、あの落とすんですよ。酔っ払って落とすから、それであの水没しちゃいましたっていうので、まあ、5、6万単価高いんですよね。でも今はあれがね、コロナでなくなっちゃったから、花見とかね、どうなのかなっていう感じ。あ、破けたか。本来は、あ、破けた臭い。いや、これはなんだろう、ネズミ取りぐらいバチバチにつけてあるぞ。これ大丈夫かな？バッテリーパックはまだいけるんだけどね。残念。取れました。しかもかなり力技で。うわ、すげえ粘着力。これやっぱりあれだよ、ネズミ取りレベルだね。あれ？もしかして、まあこれはバッテリーで OK なんだが、もしかしてああ、そうか。これはバッテリーパックを取るための裏側か。にゃる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 ほど。はい。ラウンド2。じゃあ今度こっち、剥がしていきますわ。